残念ながら日本という国は欧米先進国の中で一番遅れた国で、障害者、特に知的障害のある方たちのことを全く知らない、触れ合ったこともないという人が9割いるという最悪な国なんですね。彼らはそれじゃかわいそうで何もできない人たちとほとんどの人が思ってるんですけど、実はすごい能力や可能性いっぱい秘めて生まれてきている人なんですね。スペシャルオリンピックスというスポーツを彼らと一緒にやる活動によって、この人たちはすごいと、社会を変える人たちだっていうことをね、私信じるようになったんです。ですからそういう人たちが隠されている日本を許せないんですね。もっともっと社会に引っ張り出して、そして彼らが活躍できるような社会、生き生きとした社会にしたい。世の中今おかしくなってますけど、彼らが社会に出てきたら周りの人たちが優しくなって笑顔になるんです。それをいかにして皆さんに理解していただくかっていうことで、あの手この手で頑張ってますが、もう本当に嬉しいことにアプロントさんがね、そういうチャンスをもう何度も与えてくださって、ただ自分たちだけでやるんじゃなくて、ちゃんと皆さんの前でパフォーマンスができるような場をね、作ってくださる芸能プロダクションなんてないんですよ。他に外国ではあります、日本ではなかったんです。ですからこの動きをね、もっともっと日本中に広めて、自然に彼らに話しかけることができるような、そんな人たちばかりになったらね、本当に社会が明るく優しくなると私は確信してるんです。私なんで2015にしたかというと、ちょうど10年前にスペシャルオリンピックスの世界大会を長野で冬の大会をいたしました。その閉会式ね、その時にね、最後のご挨拶がこういうふうにしたんですね。大会そのものは長野の皆さんのおかげでもう大成功に終わったんですけれども、本当の成果が問われるのは10年後ですってお話ししたんです。10年後に日本の社会が障害があるなしに関係なく、全ての人がその人らしく生き生きと暮らせる助け合い、支え合い のそういう社会になった時に、初めてこの大会が成功だったと言えると思いますと。誰もが背中につけている目に見えない勇気という翼を広げて、みんなで飛び上がりましょうという挨拶をしたのが勇気の翼2015なんです。残念ながらまだまだダメです。日本はまだそういう社会になってません。まだまだ障害者に偏見持ってる人がたくさんいます。もうこれはとっても悲しいことです。あと何年何年でそういう欧米並みの国になるか、あと10年、本当は5年と言いたいですね。ぜひ皆さんに頑張っていただきたいと思います。素晴らしいアイディアです。本当にそう、もちろん今まで何年もね、舞台の上でいろんなパフォーマンス一緒にやっていただいたんですけど、彼らもお仕事ができるっていうことをね、多くの人に知っていただくのには最高の企画だったと思います。今回の2人の感想を聞くのを楽しみにしてます。障害者、なんか話しにくい、怖いとか思ってしまう人が多いようなんですけど、怖くないんです。もう優しい笑顔で話しかけたらみんな喜びます。中には知らない人から話しかけられてびっくりして逃げ出す人もいるかもしれませんけども、それは嬉しいんです。声かけてもらって嬉しいんだけど、どうしていいか分かんなくて逃げちゃう人がいるんです。だからね、安心して優しい笑顔で、そういう優しい一言を声かけてくださる、それだけでもね、世の中が変わっていくと思いますので、やっていただきたいなと思います